ようこそおいでをいただきましてありがとうございます。あれはもう何年になりますか、ずいぶん古い話で、もし今から30年前っていうと、私が35ですか、36か。じゃあ30年じゃ聞かねえな。少し話としては古すぎるかな、これ。40年前って言うと26ですね。じゃあ40年は経ってない。まだ私がね、小三治っていう名前になる前でした。ですから、29で小三治になったんですから、27、8ですかね。いや、そんなに一生懸命聞かれても困る。みんな古い話ですからね、もうぼやけててよくわからないんですよ。ぼやけてるってはね、さっき出た宣教謎はいいですね。あのぼやけてるそのものが芸になっちゃうんだよね。私のね、目標は宣教です。私ね、今だってぼやけてんですよ。で、ぼやけることもあるんです。そうするとね、大変だって思っちゃうんですよ、私は自分を。あ、こんなぼやけてはいられないって思うんですよ。宣教は思わないんです。そうすると宣教になれるんですね。何も気にしない。いいですね。あそこまで行けば芸でしょうね。私はまだ語り部というぐらいなもんでね、語り部ってほどのことは語っちゃいねえけど、それでその35年前ですけどね、まだ27、8の時に、寒い最中でした。外は雪降ってた青森だ。青森の市民会館って今立派になりましたけど、その頃は、木造でね、本当に寒かった。暖房も満足に入ってないというような、そういうところでもって、独演会をやりました。前に一人私の弟弟子を連れましてね、二人で行った。で、始まる前になって主催者の人が、ちょっとすいませんがね、その頃まだ小三治じゃない、三治だ。すいませんがね、三治さん、何です、土地のね、三味線弾く方がね、ちょっとやりたいって言ってるんでね、で、その師匠の前じゃなくて、その前の前、つまり独演会が始まる前にちょっと三味線をやらせてもらえませんかっていう話があった。うん、いいですよ。それはとてもローカル色豊かでよろしいんじゃないでしょうかってんで、承知をした。さて、本番が始まる前、楽屋に入るってと、そこの楽屋は板張りだ。周りを見るとガラスは多分ああいう国ですから二重にはなってたと思うけど、今言ったように隙間風が入ってくる、雪が降ってるのは直にすぐ そばに降ってるのが見えるというような、でもちょっと広さのある10畳ぐらい、もうちょっとあったかな、15畳ぐらいある広い、板の間でした。で、真ん中にこうついたてを立てて仕切りを作って三味線弾きの方が支度をしていた。木綿の粗末な黒紋付きでね、なんか着てるものもボロ切れみたいだったけど、本人もなんかボロクズみたいな感じで、こういう人がいるのかと思ってね。で、その人が向こうで三味線をつないで、ちょいっとバチ当ててチンチンって始めたんですよ。それで少し引き出したらね、素晴らしいんですよ。素晴らしいって、その私ね、
今でこそこんなに何十年もいますから少しは三味線の音も聞き分けるようになりましたが、まだ話し家になって5、6年でしょ。で、話し家になる前ね、三味線なんていうものに馴染んだことありませんから、それがいい音か悪い音かなんて分かりませんよ。でもその板張りの楽屋のついたての向こうから聞こえてくる、まあ言ってみれば距離にすれば5、6メートルでしょう、聞こえてくる姿は見えないけど、その今で言えばもう皆さんお分かりでしょうが、いわゆる津軽三味線です。その頃津軽三味線なんてね、日本で知ってんのは津軽の人だけですよ我々も知らなかった。ちょっとこうつまびき加減で始めた。じっと引き入れられてしまった。すごいなこの人は。でしかもその板張りの床をザーッとその音が伝わって、私の耳に届いてくる。で周り見るってえと全部板張りだ。その板の反響のよろしいこと、今こうやって思い出してもその音色が聞こえるようですね。素晴らしかった。それで公演が始まりました。私の前に上がったの三八でしたかね、あれは、三八の前に、その人がやるってんで、で私ね舞台の袖まで行って聞きましたよ。始まったんです。マイクがあって、で場内のその大きいとこですから、何がありますスピーカーがね、で始まったんです。で何を言いたいかっていうと、がっかりした。さっき聞いた音がどっからも聞こえない。つまりマイクを通してアンプを通して電線通ってスピーカーから出てくる間に、そういうあの私の心をしびれさせた、とろけさせたあの音がなくなってしまう。いやーすごいな、そういうものかな生の良さってものは。逆に言えば電気を通したものろくなことはねえなと思っておりました。なんでこんなことを思い出したのかっていうと、なんか何十万って株券を1円で売っちゃったっていうつまり電気に頼っている天の敵討ちでしょうかね。だから天は電気なんていうそんな便利なもの使って人間は自分のことをどんどん忘れていく、ざまあみろって言ってるような気も私はしました。別に今日はねお説教しに来たわけじゃないただどっかで似たような記憶かなって言うとそれかななんて思って、いや何私だって自分の部屋で、オーディオだなんだ、それから横長のテレビ大きくはないけどもテレビだって見て、それなりに涙流したり喜んだりはするんですよ。するんですけれども、やっぱり生にはかなわない。だから本当はね今日はこのマイク使いたくないだけどねマイクを使わないと今はできないという事情もある。私が話し家になったばっかりの時にマイクを使ってない寄席がほとんどでした。特に人形町末広なんていうところはもうマイクの装置すらない。新宿とか新宿の末広亭なんてとかマイク使う装置はあるけど土日じゃないと使わないそういう時代でしたよ。ですから我々はマイクを使わないでも客席の隅々まで声が聞こえるような訓練を知らないうちにさせられていた。今そんな必要ない。またそんなことをしようとする若い話家もいない。まずは私の世代まででしょう。新内披露を人形町末広でやったのは私が最後でしたから、その明くる年にはもう亡くなりましたから、だから私のあと大体、春秋と新内披露っていうものは、あるんですけれども、もちろんない年もあるけども、私が秋やって選挙が春やった。ところがもう春の時には人形町末広は亡くなっていた。
まあそんなことはどうでもいいんです。今それとはまあ関係ないんですけど、つまり全部肉声でやってた。どんなにお客さんが入っても、まあ人形町はね、入るというよりは入らない寄席で有名でしたけどね。でも誰からの独演会とかって言うと、それはもう盛り上がるほど入りました。でもその時に決して大声を張り上げるわけでもないのに、どの客席のどの場所にいてもその声はちゃんと聞こえた。肉声です。どういう作りだったんでしょうかね。特に音響効果を考えて、今のようななんかホールとかそういうようなことではないですよ。もう木がむき出しです。それで天井も木のなんて梁とか、そういうのがもうむき出しだったりなんかする。あれは誰が作ったんでしょうかね。そういうやっぱりその頃のそういう催し物をやる、まあ、寄席とか劇場とかそういうものを作る、宮大工のような、お宮を作る宮大工のような、劇場大工のような、そういう人がいたのかもしれませんね。それはね、とても良いもんでした。ひそひそ声でやっても聞こえる。今はもうマイクですから、全部どんな小さな声だって何だってみんな聞こえるんですけど、それからわざと聞こえないようにやるという術もその頃覚えた。だけど今聞こえないようにやろうと思っても、聞こえないようにやろうと思ってるのを全部そちらに伝わってしまう。つまり何て言うんでしょうかね、芸の在り方っていうか芸の幅っていうものが、どっちがいいとか悪いとかはこの場合言いませんが、やはり肉声でお話をした方が私はずっと感動が大きいんじゃないかと。その代わりひどいものを聞いた時にはとてもひどいんではないかっていう気もするから、我々も油断ならないという瀬戸際に立たされてるというのも、マイクを使う使わないというのはあるんじゃないんでしょうかね。実は10月の31日に上野の鈴本演芸場で自分の独演会の時に、その時グランドピアノを入れて私は歌のコンサートをやりました。いや、どんな歌を歌ったんだって言われても困るんですけど、童謡でもない歌謡曲でもないというような歌だったでしょうか。でその時におしゃべりはマイクを使いました。歌の時は使わなかった。それはやっぱりね、今までいろんな人のコンサートを聞いていてね、マイク使った歌声ってのはどうも面白くない。つまりね、青森のあの時の経験ですよ。でその青森のそのボロクズみたいな三味線弾きが後に高橋竹山だったということは、後で何年かしてから分かる。高橋竹山という人がブームになった。それでその後津軽三味線というものが市民権を得たというか、全国に広まるようになった。でその時初めて高橋竹山という人があんまり方々で評判がいいもんだから、レコードを買ってレコードのジャケット見たら、あのボロックズなんですよ。嬉しかったですね。何が嬉しいってね、あの時一緒の人が今有名になったっていう嬉しさじゃなくて、楽屋で弾いていたのを、なんだこの人すごいじゃないかって思えた自分の心が嬉しかったです。あんなに感動したってのはやっぱりそれだけの運があったのかっていう、何か自分に自信のつながる、そういうものが生まれたのかもしれない。まだ20代ですから、私もねガキですから。まあそうやって一つ一ついろんなことをつかんだり、分かったりしてきたんでしょうかね。どうしてマイクを使わないと、例えば今日これでマイクを切ってお話をしてそれでもいいんですけど、ダメなんです。それじゃ、それはなぜかっていうとね、このマイク切って私がお話をするとね、声聞こえないんです。それは私が声が小さいからではなくて、世の中が騒音で満たされてるんです。ここはホールなんですけど、
まず空調の音がするんです。実はよく耳を澄ますとなんとなくどっかでわーっていう音がしてる。これがもうつまりね、人形町末広がなぜ冷房や暖房を入れなかったのか。まあ直接の原因はお金がなかったのではありますけれども、つまりそういうものでかき消されてしまう。今あの天文台がなぜ山の上にハワイであったり南米であったりするのか、いいじゃねえか信州の山奥だって。ダメなんだそうです。周りに電気がついてちゃもちろんダメ、でも遠くの町にその繁華街があったり、そうするとその明かりが天を明るくして、つまり星から来る光を純粋に通してくれないんだそうですな。まあ大げさに言えばそういうことなのかもしれない。だから今マイクを使って、だからどうしたってね、本当私の話もねマイク使わないととてもいいんですよ。だから今日ね聞いてね、あんまり面白くなかったなと思ったらね、マイクのせいだね。新しいコンビニができました、うちの近所に。もうさっきの話と全然違う。コンビニいっぱいあるでしょ、またできたのかよっていう、そこはね電車のガード挟んで向こう側にもあるんですよ。そんなにできなくたっていいんじゃないかなと思うんですけど、夜中行くというとガランとしてるんですが、昼間は学生の街なもんですからいっぱいになるんですな。やっぱりコンビニなんですね、そういうところが。そんなに用ないからね素通りしてたんですけど、ある時中へ入って何の買う目的もなくて、でもただどういうコンビニができたんだろうと思って中へ入って出てくるっていうのもなんか気が引けるもんで、なんか買いますよ。牛乳の大きいパックを1本買って帰ってきました。もちろん見るときは、いつが有効期限かっていう皆さんもやってらっしゃるように、一番前に置いてあるのは大体古いものが多くて、奥に置いてあるものほど、新しいっていうね、でこっちも敵の裏書いてやろうと思ってね、でずっと奥まで探したんですけど、日付はみんな同じだった。まだ新しいできたばっかりのコンビニだから新しい牛乳も古い牛乳もないんでしょうきっとね。何度か通るんですけどね、やっぱりただ見るだけで出てくるってわけにいかない。ただ見るだけで出てくるのは冷やかしっていうんだよ。何もコンビニばかりじゃないよ、その昔から「いやもう冷やかしだけだよ」なんてなことを言いますな。道具屋さんなんか店番奥でしてるってと、入ってきた人が、あの人は買う目的で来たのか、それとひょっとしたら買うのか、絶対買わないのか、同じ様子なのに分かるそうですな。なんで分かるんでしょうか、長年の気配で分かるんでしょうね。一緒に奥に座って話なんかしてても「お客さんでね」って「あれ買わないか、え買わない、買わないと」って入ってきただけじゃん、見りゃ分かんない、買わないんだよ。わかんないですよ、目つき見てりゃわかんない。だってほぼ品物見てますよ、見ててもダメなのああいう目つきは、なんてねわかるらしいんですね。やっぱりその人冷やかしだけで帰ってっちゃいました。この冷やかしというのはどっから出てきた言葉かと思って聞いてみましたらば、どうも吉原らしいですな。吉原で格子の向こうに女の子が並んでいるのを遊ぶという気はまるでなくて、ただぞろ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 歩いてあっちに女がいるとかこっちにこんな女がいるとかって見て歩くだけ、それを冷やかしと言いますが、そこから出たわけではなくて、
あの吉原の近辺には浅草紙といって最下等の紙をすいて作っているうちが多かった。職人も多かった。最下等というのはつまりもうそれ以上は再生のしようがない。和紙なんていうものは昔はみんな和紙ですから、和紙なんていうものは水に泳がせればみんなバラバラになって、こう糸くずみたいになるわけです。それをよくテレビなんかでもって紙のすき替えとかご覧になったなることあるでしょ。手すきの紙とか言って、なんかこう金網の大きいような枠のついたものをこう水槽の中泳がしといて、それをすくい取ってこんなことして、でこんなことやってこんなことやってでこんなことやって、まああんなこといろんなことやるんですけど、そうすると乾くと紙になると、ただそれだけですから。まあそれは上等な紙です、テレビでやってるのは。その浅草紙のすき返しというのはこれ以上はもう再生のしようがないという紙でございます。どこに使うかなどということは私に言わせないでほしいつまりそういうところで使う紙です。まあそれはいいんですけど、その樽の中にこれから紙にしようという古いというか、まあ回収してきた紙、あるいはその原料になるものを泳がしとく。で形になってるらダメですよ。形になってるうちは紙の形してるのは繊維のようにふわ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 浮いてる綿のようにならなきゃいけない。でそうなるのを冷やかすというんだそうです。水に冷やかす。で職人は放り込んで日焼けるまでただぼーっとしてたって面白くないから、そばに吉原がありますからね、おいじゃあちょいとみんなでさ見るだけだけど行ってこようか、行ってこようって帰ってくるってと髪が日焼けてるですからこれをいつの間にか日焼かしというようになったという話でございます。本当のことは知りませんでもなんかね、多分それが本当じゃないかなと思うような話でございます。だからもしどっか入社試験にですね冷やかしの語源を述べよなんて言った時に吉原なんて書いて、で入社試験落ちてもそれは責任取りませんもっともね、そんな問題が入社試験に出るような会社には行かない方がいいでも冷やかしってのなかなか楽しかったそうだな。金がないんだ、遊ぶ目的はない。でも女の子はただ見られる。で女の子は格子の向こうでさあお客さん私がいるわよってなことを言って品を作ったりいろんな形したりなんかして、こうそれぞれの形でねいるわけですよ。楽しいでしょうな。私は間に合わなかったというより全然間に合わなかった。冷やかしはね大正の中頃まではあったそうです。でそれ以降は人間が人間の顔を見るというのは人権侵害だって言うんで、そういう婦人人やらあるいは救世軍やらそういう声が起こって、針見せつまり格子の向こうに女の子が並んでそれを見て歩くというのはいけないということになりまして、法律でそうなりまして、その代わりに写真をね格子の前へこう貼ったりなんです。で若い人が近づいてきて、いらっしゃいよし、どうですかこの写真、ぐるぐるぐる、どれ、そう、くる、なかなかいい子です、いい子ですよ、どうです、そうだね、じゃあこのほら左から2枚目のこの子なんかどうだろうね、うわその子はねお目が高いですな、大変だもう売れっ子、今空いてますからどうぞっていうようなことを言ってね中に入ってくでしょ。で女の子が来るって言うとねどう見ても違うんですよ年もかけ離れてるしね、器量はまるで違う。若い人に「おいおいおい、なんちょっと来いよお前、何ですか何ですか」じゃないよお前、表でもって俺左から2枚目って言ったんだよ、俺左から2枚目ねえ何言ってんだよお前、とぼけちゃダメだよお前、まるっきり違うじゃない、いや違いはねあの子ですよ、よせよお前、写真見りゃ分かるんだろ、まるっきり違わないんですよ、あの子はね写真に撮るとああいう顔になっちゃうの
もうどこまで行ったら騙し合いがね収まるのかわからないようなことになって、これも評判悪かった。写真も実はそのために法律の手前、その写真は置いてあるけど実はその奥になんとなく女の子が座るという、つまり、本物のしやかしがその後も続いたという話でございます。昭和7、8年頃までは、8、9年、10年くらいまではかな、あったという話をどなたかから伺ったことがありますが、私は昭和14年の生まれでございますんで、4年間に合わなかった。もっとも生まれたばかりが言ったっていうか、これしょうがないんですから、相当間に合わなかったっていうことになりますけど、それでもね、さっきの道具屋さんじゃありませんけど、しやかしの客に対して冷たいですよな。あんなの買わないや、しやかしですよって私道具屋さんが言ったように冷たいや。もちろん吉原の女の子たちも冷たい、そりゃそうでしょ、どうやったって金にならねえんだから。しやかしばっかり格子の前へね、顔並べて立たれた日には後ろから本当の客が見らんねえから、てめえ、シッシッダメだよ、毎晩来て邪魔だ、もう行ってない、あっち行ってんだよ、お前もあっち行け、そういうのがねいるんですやっぱり。だけどそれはね、そのしやかしは毎晩来るんですよ。また来たね、お前どうせ会わないんだろ、来んじゃないよ、やられてたね。そのうちにね、お前毎晩来んだろ、名前なんてのないの、じゃあまーちゃんだねお前は。何があって毎晩屋さんのまーちゃんだよ。まーちゃんそんなとこへ立ってっちゃダメだよ、向こうへ行きな、なんて、だんだん少しずつ会話が出てきますよね。そうするとね、自分の客じゃないと思っても人間ってものはやっぱりそこに情報が通ってんでしょうかね。毎晩来てたやつがたまたま来ないって言うと、あら今日はまーちゃん来ないね、具合でも悪いのかしら、なんてね、仲間同士で心配したりなんかするなんていうこともある。そういうところがね、つまり写真じゃない、機械を通さない、電気を通さない、つまり肉声と肉声のやり取りの面白さが、そこに暮らしというものがまざまざとあるような気がいたしましてね、もうあと誰も出演者いないですからね。もうちょっと冷やかしのお話しましょう。誰だったか忘れましたけど、私の前に上がったものが今日は何時に終わるかわからないですそんなことありませんよ、私だってね家庭のある身ですからね。そうやってね、花魁と冷やかしの仲が進んでいきますと、どういうことになるかっていうとね、妙な連帯感というか友達感が湧いてきてね、まーちゃんちょっと私たちさ表へ出らんないだろ、だからさ、あの中見世のあそこのさ角のところにほらちょっと化粧品があるだろ、あそこでさ紅買ってきたくれ、あそこの紅が好きなんだよとか、こっちの花魁はじゃあちょっと私にもお白い紙とか、あそこの足袋がいいから買ってきてくれよなって、つまりね御用聞きっていうんですか、お使い役を受けたまわるなんてやつも出てくるんだそうですよ。そしたら俺はね、あの花魁のねお使い役だよ、俺はあの女のまーちゃんだぜ俺はってなことを言って、仲間同士がつまらねえことを自慢し合って遊ぶなんて、そういうところにも遊びっていうものがある。何もゲーム機の前へ座ってカチカチカチってやるばかりが、それが遊びじゃない、人の暮らしって私はそういうもんじゃないかなって思うからお話をしてるんですがね。そうするとね、お金を渡されて買いに行くわけです。お金持って逃げちゃうなんてことはない、
ちゃんと買ってきてお釣りも渡す。そうするとね、いやそのくらいならマッシャにあげるよなんつってお釣りを女からもらったりなんかして、そうだんだん知恵が働いてくるって、となるべくくれやすいような、なるべく額が大きいような釣り銭を残すような買い方をするようになるなんていうのも、これも一つの生活の遊びじゃありませんか。そんなことがね、しやかしにはあったそうでございますよ。おう珍しいな、トラちゃんが来たぜ。おいトラちゃん、こっちへいんなよ。おうみんな揃ってんな。え、こういうくらいさ、いつもみんな集まってるからよ。何言ってんだよ。ねえ、おめえ他人行儀なこと言うね。ただ、ここんとこおめえ、面出せなかっただろ。面出せねえったって、まあそうだな。半月ばかり来てねえかな。みんな毎晩来てんだぞ、おめえ。トロちゃん今頃どうしてるんだろうってね。話には出るけど、おめえのことはみんな聞いてるよ。おめえなんだってじゃねえかよ。この頃、足しげくおめえ、吉原の方へ通ってるってじゃねえか、仲よ。俺が中へ足しげく通ってる、ちょっと言っちゃいけねえ、そういうこと言ってもらっちゃ困んねえ、困るか、困るよ。俺はこの頃はね、うちへ帰るのを遊びに行くと心得てんだよ。大きく出やがったね、おい。じゃあ何か向こうにいっぱなし、まあいっぱなしみてえなもんだな。へえ、いやそうかもしれねえ。おめえがそういうのは決してね、大きな口叩いてるとは俺は思わねえな。ね、昨日ね、いつも行く店へ行ったんだよ。ね、そしたらおめえのこと言ってたよ。3日前にあの方がお見えになりましたって、おめえのこと。あのひどい嵐の晩にお見えになったって。ああいう時にお見えになるってな、あの方は本物でございますね、なんておめえ、吉原の若い氏がおめえのこと本物って言ってたから、おめえは本物だぜ。ちゃてんちゃい。何もよ、吉原の若い氏に本物だと言われなくたって俺は本物よ。俺はよ、この頃うちへ帰るのを遊びに行くと心得てね。分かった分かった、うん、それはまあ聞いたから知ってるけどね。だけどおめえなんだろ、あの嵐の晩に行ったっていうことはつまりなんだろ。嵐の晩は人が出てこねえから、行きゃおめえはモテると思って行ったんだろ。実はね、図星だよ。そうなんだよ、ああいう時に行きゃよな、客は暇だよ、さぞモテるだろうと思って行ってみたら、そうでね、誰の気持ちも変わらない。いつもより余計出てやんだよ。それがしやかしまでゾロ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 出てやがってよ、大変だおめえ、雨が降るんだか吹いてくるんだか、下から降ってくるんだか上から降ってくるんだかわからない、かあいう吹きぶりだな。あこうおめえさ、路地の道割りがこう、軒の下から軒の下ピャン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 飛び越えて、水たまり落ちちゃいけねえって、それがおめえコウモリとカラカサがぶつかって、まあ、お互いに尻餅ついて水の中でもってケツバタバタさしてるやつなんかって、いやーやっぱりね、ああいう時でもね、ああいうバカな野郎がいるもんだと思ってさ、おめえがバカなんじゃねえかそれ。まあそれはともかくね、実はね、ゆんべ休んだ遊びはね、ちょいっと面白かったな。ゆんべも言ったの？だから言ってんだろおめえ、俺はよ、この頃うちへ帰るのを遊びに行くと、分かった分かったよ、それそれは分かったけどさ、ゆんべどんな遊びだって、いやちょっとね面白かったね、あんないい遊びはねえな、近頃まああれだらけの遊びってものはね、そうあるもんじゃねえ、言うせよおめえ、もったいつけて言い方しまってよ。どんな遊びなんだよ。いやそれがね、実はね、昨日は俺はねそんな気なかったんだよ、中へ行く気もなかったんだ。いから浅草をね、ブラ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 してさ、この頃活動写真なんか出てきてたろ。活動写真だってよ、あんな看板ばかりで見る気はしねえやな。それからまあ道具屋の店先こう見てみるってえとね、3日前と並んでる様子は変わらねえ、刀のつばなんざ、3日前と同じように並んでやって、ああまるっきり客が来てねえんだなって、それでわからねえ。んなとこ覗く気もねえしさ、
時計屋見てみるってと時計屋の時計はみんな同じ時間さしてこち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 声揃えて泣いてやってよ。うん、そうかといって江川の玉乗りでもねえしね。うんうん、どうしようかなと思ってうっと気がつくってえといつの間にか足がおめえもう北の方を目指して歩き始めて向こうから大門が見えてきたよ。今日は行かねえはずだったのにしょうがねえなこの足は。勝手に歩き出しやがってとんでもねえ足だって俺はね足に小言を言ってやったのよ。でもよね、うん、足が生きてってものは逆らうこともねえだろうと思ってよ。それからまあじゃあ今日は冷やかしだけにしようと思って、中へ入った。大門をくぐるってえとねまだ日があるんだよ。お天道様は出てるのよ。明るいうちからしやかしってのなんだかね、決まりがりやね。それからね上屋町の銭湯へ飛び込んでねドブンと飛び込んでこう頭に手ぬぐい乗っけて顎のところまで使って目つぶってるってと向かい側の品川楼でどこの誰だか知らねえけどこの昼間からよほど銭が余ってんのかね芸者あげてどんちゃんどんちゃん騒いでるやつがある、こっちはうと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 なあそこへおめえ、はすかいの日が当たってよなんとも言えねえいい心持ちだぜ。向こうで騒いでる音が遠くなったり近くなったりしてよ、ほんとに銭湯ってのは安いなと思ってね昨日はつくづく感心しちゃった。面白い遊びって銭湯に使ってたって言われたいやいやそうじゃねえんだよこれから先なんだよ。ここまでは枕よ。あ枕かよ。おい枕の長え話かにろくなもんはいねえってだよ枕いいから先急げやおい。それからね銭湯八階に飛び出してねそれからまあ冷やかして歩いたお天道様はもう、いなくなっちまってちょうどいいやんべえだ。ああ1時間ぐらいそうだなブラ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 歩いたからあっち冷やかしこっち冷やかしあっちの若いしからかいこっちの若いしからかい。それがよあれはね、隅町のね突き当たりからちょいっと五軒ばかり手前だったかな。若い人二言三言やりとりしてるうちにいや今日はね上がらないつもりだからいやそんなことは知らないでどれかいいのって向こうの進め方がよかったのかな。そうかい。いやいやそれ遊びがねえんだけどあの神から二枚目の女なんかあれは俺は好みだぜ。おおそうですか。じゃあねなんとかいたしますからね。そう今日はねじゃあね遊ばないつもりだったし銭も持ってね初回だからねあんまり銭は使わないよ。それでよかったらねじゃあちょいと上がろうか。よろしゅうございますよってんでね上通された。引きつけて待ってるってと心臓が三本の上にイカの形したせんべい三枚ばかり乗っけてねうやうやしく持ってきた。茶も一緒に持ってきたよ。ねで置かれたせんべいなんか空気やしねえや。だってそうだろうねいつからのせんべいだか分からしねえや何人の客の前素通りしたか分からねえやな、ね、そんなせんべい空気やしねえ。茶だけはこうやって吸って待ってたんだよ。そうしたらねそのうち向こうから女の廊下を歩ってくる上通りの音がパターン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 だんだん近づいてくる。あ来た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 と思う。あの上路会ってなあの時が一番いいかもしれねえな。なんかワクワクしてよ。確か表で見たっけこういう女だと思ったけど目の前で見るとどういう女だろうってなもんよな。俺の敷付けの前でピタッ足が止まった。うわ来たと思った。障子がスッと開いて女が俺の面を見るか見ねえかのうちにキャーバタ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 って駆け出していっちまや。おめえの面見て逃げ出したの。そうかね。確かにひどい面だとは思うけどね逃げ出すほどひどいとは思う。おいよせや俺もねきょとんと知ってたらささっきの女が今度は何気なくまた入ってきてねなんだかおめえこっちもさ向こうも黙ってるしさ何だったんだろうあれはってんだおめえ
こっちはもう銭使わねえっつったから酒も来ねえし魚も来ねえや。それからはばかり行ってそのまんま女の部屋へしけ込んだねえ。で床の中へ入ってと女が「ねえさっきお前さんが引きつけて待ってる時に私が障子を開けてお前さんの顔を見た途端に思わず大きな声出しちまったんだけどお前さんさぞびっくりしただろうね」ってこう言うから「びっくりした当たり前だよ、あんなことあら初めてだな、きょとんとしまったじゃねえか。実にはねこれにはね深いわけがあるんだけどお前さん聞いてくれないかい？うん聞いてくれなかったって今別に食うもんも飲むもんもねえしよ、これといった話もねえんだからよ、聞くしかねえじゃねえか」ってまあ聞き出したところのその女が言うにはだね、その女がね静岡の在の生まれだってんだよ。おお静岡の在かい、あの辺りもね随分女が来てるって話聞いたことあるけどな。えそれでね国にいる自分にね、同じ村のなんつったっけな、善三郎だか善四郎だかとにかく善さんって若いのといい仲になっちまって出来合ったね、なんとか夫婦になりてえと思ったが二親が一緒にしてくれねえ、あんなもんと一緒になるんじゃねえってこう言われてね、それからある時悪いこととは知りながら親の金をかすめて手に手を取ってまあこの東京へ出てきたとこういうことなんだよ、ね、初めのうちは持ってる銭を使ってどっかでもって宿を取っていたけどそれはとてもじゃねえけどそうそう銭は続くもんじゃねえ、これじゃしょうがねえからなんとか一旗あげて、一旗あげるにはまず元手になる金がなくっちゃならねえ、それを二人で奉公して稼ごうじゃねえかってんで別々のところへ奉公をしていたんだけれども奉公なんてような銭たまるもんじゃねえ、ある時表でばったりと行き合った時に、男がこんなことをしていても拉致が開かねえから元手になる金が欲しいんだけどなんとかならねえかと女が相談を持ちかけられた、それじゃあ私が苦害とやらに身を沈めてお金をこしらえるからそれでもってお前さん商売を始めて一日も早く儲けて私を迎えに来ておくれ、そうかいじゃそういうことにしてもらおうかなというまあ相談ができて、その女がそのうちに身を沈めたのが3年前の夏の初めだってんだよ。じゃあ何かその女3年も同じ店へじーっとしてやったのか。そうなんだな、初めはねお互いに優しい言葉手紙のやり取りだ、一人暮らしでもってさぞ、不自由だろうと女が言ってやると何俺はどうってことはねえけれども慣れねえ夜の商売で悪い酒を飲まねえように悪い客に絡まれねえように体を大事にするようにと優しい手紙が返ってくる、やったり取ったり取ったりやったり、それがね半年立つか立たねえかのうちにまるっきり返事が来なくなっちまったと言うんだな、ああ私はこんな夜の商売になったからきっとあの男は私に愛想を尽かして他にいい女ができちまったに仕方ない、本当に悔しい、それはそれで仕方がないとしても悔しいからってんで人をやって調べてみるって言うとそうじゃねえ、男は実はね三月も前から病のとこについてたってんだよ。まあなんてことだろう、そばにいれば看病でも何でもしてあげられるのに私は悲しい顔の鳥、どうすることもできない、私にできるのはただ紙新人と廊下でもってお百度を踏んで新人をしていたがそれも届かずあの世とやらの人になっちまったとこういうのよ。それからというものはカラスの鳴かない日があってもその善さんのことを思わない日は一日もなかったよって女が俺の前でよおい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 泣き出しやがってよ、ゆんべは弱っちゃった、おめえなんか面白い遊びしたって言った面白くいいんじゃないかそれ、ただおめえ女にのろけ聞かされておめえ何が面白いんだよ、まだ先があるんだよ、なんだよおい早くやれよおいね、
で今日も今日とて客だよって言われて、ああ嫌だ嫌だと思って敷付けの障子をすっと開けて中を見た途端に死んだはずのその善さんがそこに座ってるってんだよ。思わず大きな声を出してキャーと言って逃げ出して、でもしばらく考えてみたら死んだ人が戻ってくるはずはないんだと思って気を取り直してまた敷付けへ戻ってみるってえと、似たとは愚か瓜二つ、善さんそっくりな人が座ってる、つまり俺がその善さんにそっくりだってのよ。ねえ、いや私もね、いつまでも死んだ人のことを思っててもしょうがないし、これも何かのきっかけだ。善さんそっくりな人がこうやって上がってくれた、しかも私をお見立てして上がってくれた。これをきっかけに私は死んだ人のことを忘れるから、お前さんこれから私のところに通ってきておくれでないかいと、その女に言われるから、うんかい、いや俺だってよ、おめえのこといいなと思ったから来たんだからよ、通うじゃねえか。あらそう、ついでと言っちゃなんだけどね、私もね来年とは言わず再来年のうちには年が明けて堅気にならなくちゃいけないんだけど、そうなったらね誰かのおかみさんにならなくちゃいけない。どうだろう、私みたいなもんでもお前さん私をおかみさんにしてくれるかいってこう言うから、いいね、いいよ、俺はおめえみてえないい女、おめえ女俺んところにいたらよ、俺はてえんだよ、お前自慢だよ、本当かよ、来てくれんの、まあ嬉しい、じゃあお前さんのおかみさんになっていいんだね。だけどお前さんね職人だろ、職人でもってあっち出たりこっち出たりしてさ、うちにいないことも多いだろ、で方々でもっていろんな若い女に会うだろ、そういうのと年頃になっちまって、私はね化粧を落とす、堅気になればただのおばあさんになっちまう、そういう日が来るんだと思うと、お前さんいい人できたのかと思うと、そのことを考えただけで悲しくて悲しくてって、おい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 、また抱き出しやがって、おいおいおい泣いちゃいけねえよ、おいおいらんだからよ、俺おめえ一本やりだってそう言ってんじゃねえか、おめえ、心配することねえよおめえ、うん、俺はおめえ浮気なんかしやしねえよ、おめえ一本やりだからな、心配するんじゃねえ、おめえ一本やりだって、そう言ってやってね、女の顔を見るって言うとね、女の目のちょっと下のところにほくろがあるんだよ。あれほくろなかったと思うんだけどなと思ってね、よく見るって言うとね、女は脇に茶汲んどきやがってね、その汲んでる茶の中へ指突っ込んで、これで目の下涙にして時々こうやってほくろだと思ったら茶殻がくっついてやんおいおいらん、目の下茶殻ついてるでってこれを言ったんじゃ遊び人だよこっちもね、ああそうかい、分かった分かった、これから来ようじゃねえかって俺がそう合わしといてやったから、女の方はさ、この客を逃がしちゃいけねえと思うんだろ、ゆんべは大変だよ、あの手この手でよ、まんじりともできねえのよ、もうくたびれちゃってよ、モテてモテて、今朝表へ出た時にはお天道様が黄色く見えた、ほんとかよおい、へえそら面白い遊びだからよ、面白い遊びだって言ってんじゃねえか、へえそうかねえ、女も大変だね、あの手この手で、そうよ、騙されるだろう、騙されるだろうね、また行くの誰、俺冗談言っちゃいけないよお前、茶柄だって分かって誰が行くやついるかよ、行かねえよもう、ひねりっぱなし、あれでおしまい、あ、おしまい、まあ、そう、それよ、その後ちょっと俺に行かせてくれねえかな、いいかな、おいいよいいよ、俺も行かねえから、そう、なったっけ、住町、住町の突き当たりの、うん、5軒目どっち、三日、なんていう、うち安大国あんまりゾッとしねえ名前だね、安大国ね、名前なんて言うんだ、小紫、小紫なんていうのはね、どこのうちでもいるような名前、年いくつぐらい、21ってなことは言ったけど、そんなことはないね、ま、3、4、5なんてとこだろう、24、5、いいね、
女はそのぐらいのがいいんだよ。あんまり若いとさ、ああいうのねえやな。器量はどう？器量はね、大したもんだよ。ちょっとおでこはね、抜け上がってるけどね、まみが薄くて目が細くてね、鼻が小さいけどもその代わり色が黒いって、実にどうも愛くるしい女だね。どこが愛くるしいんだよ。じゃあ俺面白いからそれ言ってみよう。おう若石、若石、いらっしゃい。おちょっとあの髪から2枚目の女は何て言うんだ、小紫。いやそうかい、俺ねちょいっと俺あの遊んでみてえと思うんだけどよ、どうだろうね、いいかい。ただね今日はね処刑だからね、あんまり銭は使わないよ、安直にね、いいかい。それでそれだったら頼むよ。はい、ありがとうございます。なんてなんだかわけのわからねえ声に送られて、幅の白いはしごをトン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 、2階に上がるってえと、大概のところは左折れたところに敷付けという、言ってみれば待合室ですね。敷付けったって別に目回しちゃうとこじゃないんですけど、そういうところがこういくつかあって、そのうちに通される、そこにまたね、そのうちに、心臓が参謀の上にイカの形したせんべい3枚、あいつのせんべいこれだなと思って、でただ見るだけ。これはお茶をすすってるってと、向こうの方から女の上草履の音がパタン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 、ピタッと前で止まった。障子がスッと開く途端に、今度は男がギャーッつったから、女の方が驚いた。押しけってことになって、そこへ入って、ねえおいら何、さっきおめえが敷付けの障子を開ける途端に俺が思わず大きな声を出しちゃって、さぞおめえびっくりしたろうな。びっくりしたろうって、あんなことさ、私も初めてだから驚いちゃった。キョトンとしちゃったじゃない。何なの。いや実はね、これには不敬わけがあるんだけど、ちょいと話を聞いてくれねえかい。いいわよ。実は俺はね、東京のもんじゃねえんだよ。ほらほら、そうなの。見たとこ東京の人みたいだけどね。お前さんどこの出なの。静岡の在の生まれでね。お前さんが、国にいる自分に同じ村の娘といい仲になっちまって、なんとか一緒になりてえと思ったが、親がね、いけねえってもんだから、どうすることもできねえ、悪いこととは知りながら親の金をかすめて手に手を取ってこの東京へ出てきた。なんとか一旗あげてえと思ったが、銭がねえことにはどうにもならねえ。それからお互いに別々のところへ奉公して、その日を待とうじゃねえかってんで奉公はしたんだけど、いやどうにもうだつが上がらねえ。ある時表でもってばったりと出会った。二人で話したところが、これじゃ商売も一旗も何にもあらしねえ。なんとか元になる金が欲しいもんだが、なんとかならねえかと俺が相談を持ちかけるってえと、その女が、じゃあ私が苦界とやらに身を沈めて、その元手にしてお前さん商売をしてたくさん儲けて、早く私を迎えに来ておくれ。そうかい、本当はそんなことは頼みにくいけども、この場合しょうがないだろうな。じゃあつらいだろうけども、一つってんで、まあその話がまとまって、吉原のある店へその女が身を沈めたのが3年前の夏の初めだ。あら、あそうなの。初めのうちはお互いに優しい手紙のやり取り、一人暮らしは大変だろうって向こうから来るから、何俺は大丈夫だが、おめえこそ悪い客に絡まれたり、酒も得意じゃねえのに無理な酒を飲まねえようにって、こっちがね手紙を出してやる、やったり取ったり取ったりやったりしてるうちに、半年も経たねえうちに女の方からぱったり手紙が来なくなっちゃった。ああ向こうは浮気商売だ、いい男ができて俺のことなんざ忘れちまったにちげえねえ。悔しいな。人をやって調べてみるってと、そうじゃねえ、実はねその女は三月前から病の床についてたってんだよ。そばにいりゃ何とかしてやれるものを、手が出せねえ籠の鳥、どうすることもできねえ、俺にできるのは紙新人と茶立ち塩立ちでもって新人をしていたが、それも届かず、とうとうあの世とやらの人になっちまった。それからってものは、カラスの鳴かない日はあってもその女のことを思い出さねえ日は一日もなかったで。
今日も今日とて友達にふんなジメジメした顔したっちゃいけないやんか、いっぱいやろいっぱいで連れ出されて、その勢いでもってうわー中へ行こうってんでね、大門をくぐったにはくぐったんだけど、友達はみんな先があるから一生懸命、こっちはね気が乗らねえからさ、ジメ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 して歩いてるってと、格子の向こうに、おや死んだはずの俺の女房がいる、なんだろうと思って立ち止まったところへ若い衆に声をかけられて、気がついたらふわふわっと上へ上がっちまった、引きつけて待ってるってと障子が開いて、おめえが顔を出した、見たらば似たとは売ろうか売り二つ俺の女房そっくりなのがそこに立ってるんで、思わずギャッと言っちまったんだが、さぞおめえ驚いたろう、脅かして悪かったな、どうなの、私驚いちゃった、まあ俺だってよ、いつまでも死んだものを何しててもしょうがねえんだ、これも一つのきっかけだ、これからよおめえを目当てに通ってきてえと思うんだけど、俺みてえなもんでも客にしてもらえるかい、あらまあちょいと私ね、お前さんみたいなそういうね情のある人もうとてもたまらない、きっと私のところへ通ってきておくれよ、ほんとかよおい、客にしてくれる、あそうありがてえな、ついでと言っちゃなんだけどね、おめえがいつ年が明けるか知らねえが、もし年が明けて堅気になるようなことがあったらどうだろう、俺の女房になってくれるかい、あらまあ嬉しい、お前さんみたいなそういう実のある人のおかみさんになれるなんてねえ嬉しいわ、所帯を持ちたい、苦労がしたい、本当だよおい、ありがてえな、だけどねおめえはさ、なんてったってこういうところにいりゃおめえ女っぷりは違うよ、花があるよ、俺の長屋へ来りゃおめえまるで吐きだめ鶴が舞い降りたようだな、ほらしょっちゅう職人でもってあっち出たりこっち出たりしてねえ、うちを開けたりなんかする、その間に近所の若い男と出来合っちまって俺が捨てられちまう時が来るんじゃねえかと思うと、ほらそのことを思っただけで思っただけで悲しくて悲しくて、おいらどこ行くの、お待ち、今お茶汲んできてあげるから